ピーリッサール島は、エストニアとロシアの間にあるペープシュコに浮かぶ島である。エストニアのタルト県に属している。面積は7.8キロ平方メートルでこの湖の島としては、最も大きい。島の名前はエストニア語で、国境の島。その名の通り島のすぐ東の古城をロシアとの国境線が走っている。エストニア側対岸のエイマユギ川川口からは15キロメートルほど。 離れている。この島に最初に定住した人々は大北方戦争の時代にモスクワ総主教ニーコンによる方針例改革や徴兵などから逃れてロシアからやってきた古儀式派のグループである。現在も島民のほとんどがこの教派に属している。1944年2月にはドイツ空軍の攻撃を受けて大きな被害を出している。島にはピーリ、サーレ、 東にという村があり、この三村でピーリッサーレというバルドを構成している。人口は1970年には約700人であったが、2006年の調査では86人とかなりの過疎化が進んでいる。島民の多くは漁業や玉ねぎの栽培を営む。島への交通手段はエマユギ川沿いの都市タルトゥからの船便である。1991年より、 EU のナチュラ2000プログラムの一環として自然保護区に指定されている。国立民族学博物館月間民泊2005年4月号収録。ありがとうございます。